ソフィアレッサ様、大鍋の準備整いました。うん。魔界序列13番目の魔女一族、バリュク家の当主ソフィアレッサ・バリュクがとうとうこの飛躍を完成させる時が来た。はあ。右手に見えますのが骨をもそかす大鍋でございます。あとは3組の武器と職人のエキスを混ぜれば無限魔法の飛躍ができる。これさえできれば全ての魔女家系2455の中の13番目に甘んじてきた我が家の歴史を塗り替えられる。あの火あぶりの屈辱を今晴らす時が来たわ。この世を支配してみせる。お前たちにも存分に働いてもらうよ。よい。さて、左手に見えますのが異次元を除く水晶玉でございます。ほほう、威勢が良くていいエキスが取れそう。こいつらなんだ。気持ち悪いよ。キモい、キモい。うわあ、あっち行け。とどめをさせ。パディ、リズ。はい、変身。なんだこの世界は。わけわかんないぐちゃぐちゃした世界に連れ込みやがって。虫図が走るわ。さすが死神のご子息、キュートだわ。もう一人元気な坊やはどうかしら。ああ、ツバキ。てれ。ありがとうブラックスター。どこのドイツの仕業か知らねえが絶対許され。ツバキ、暗記モード鎖鎌。はい。覚悟しやがれ、俺様がブラックスターだ。行くぞ、キャッホー。やるわね。でも時間の問題、せいぜい頑張りなさい。さて、残り二人はどう料理しようかしら。だから言わんこっちゃない。このままやったらあいつの思う通りやで。本当に地下にいるのかしら。いや、マジでなんかある。プンプン匂うぞ。ソウル。あ、どうかした？なんだこの部屋は。ブレアが言ってた部屋ってここのこと？そうだよ。キッドもブラックスターも誰もいねえじゃないか。ソウル君、助けて、助けて。その声は？ソフィアさん。どこ、どこにいるんだ。ここよ、もっとこっち、早く。にゃにゃ、行っちゃダメ、魔女の罠だよ。ソウル、ゆかり魔法陣。やばい、逃げろ。危なかった。誰だ。私よ、マカちゃん、ソウル君。さあ、一緒に来て。私のとこに来て。あなたたちは私の薬のエキスになるのよ。逃げろ。やってしまいなさい、しもべたち。ソウル、やるよ。抜かるなよ、マカ。残りは私が。パンパンプキン、パンプキン、スマッシング、パンプキン。ソウルプロテクト解除。
アテンションプリーズ。私があなたたちを地獄へと導く天上院でございます。この魂反応は魔女？ソフィアさん、なんで？そうだ、お前に恨まれる覚えはないぞ。お前らのエキスがどうしても必要なんだよ。戦いに生きる強い魂を持った武器と職人のエキスがな。何？どういうことだ？お前らは飛躍の原料になるのさ。オールオールフクオールロール。すげえパワーだ。マグラ、あの部屋に行くぜ。そうね、ここじゃ狭くて鎌が大きく振れない。おう、広くて戦えるさっきの武器展示ルームへ行くぞ。逃げても無駄だ、諦めろ。よし、ここなら思いっきり戦える。行け、マグラ。たぁ、ほんと立派な鎌だね。じゃあこれはどうだい。それ危ない。バック、展示ルームの武器が全部飛んできた。このくらい。はい。なかなかやるわね。あなたこそ。まだ油断するな。じゃあこれはどうかしら。オールオールフクオールナイトウィング。とどめでもさ、どうかしら。マカ、二人ともしっかりしろ。パパ、死体博士。なんて数のフクロウなんだ、何も見えん。マカ、どこにいるんだ。マカ、まずい、早く助けないと。おや、おまけのお二人さんか。よっぽど大事な娘なんだね。ゆっくり娘の最後を見物するがいい。オールオールフクオールロウ。マカには指一本触れさせるか。お前も異次元に行け。危ない先輩、避けて。おい、おお。あの呪文さえ封印すれば、ここは俺の魂の波長で抑え込むしか方法がない。マカ、ソウル、今のうちに逃げるんだ。立ち上がれ。我を持ちて悪に立ち向かえ。海原をかき分けるがごとくなぎ払い、大地を切り裂くように振り下ろせ。その声はまたサブローさん。ワイを使え。ワイを信じろ。来い、二人とも今だ。よし、抜け出した。よかった、あのおじさんのとこ行かなくちゃ。お前何言ってんの。死体博士どうするんだよ。いいから来て。死体博士すぐ戻ってきます。お前、私の邪魔をする者は容赦しない。オールオールフクオールロウ。恨みますよ、先輩さえ見てくれたらこんなやつ。あいつ、みんなのこと薬のエキスにしようとしてるんだ。許さない。私使ってみる。どこ行くんだよ、マカ。私、あの槍を使ってみる。え？私に呼びかけてきたの。海原をかき分けるがごとく泣き払い、大地を切り裂くように振り下ろせって。だから。マジかよ。私の夢に出てきたのはまた三郎さん。そうや、ワイが念を送ったや。この時を待ってたで。この世の悪を切り裂き、歴史に名を残すことを夢見てきたんや。ワイはやるで。魔女を倒してメジャーになったるで。燃えてきた。行こう、また三郎さん。